ジャルジンスクとは、ベラルーシのジャルジンスク軍の都市である。ロシア語ではジェルジンスク。旧称はコイダノボ。ジャルジンスクに相当する集落は、12世紀以来、クルトホリエと呼ばれていた。その後、タタール人の軍人の名前に由来する名前に、改称され、1442年に、コイダノボの名称が資料で見られるようになる。16世紀半ばから、コイダノボは、 ポーランド・リトアニア共和国の貴族であるラジビウ家の所領とされ、ラジビウ家の統治は1831年まで続いた。17世紀半ばに起きたフメルニツキーの乱とロシア・ポーランド戦争にコイダノボも巻き込まれ、1655年に町はコサック兵によって破壊される。1781年にコイダノボで火災が起き、町の大半が消失した。 1793年の第二次ポーランド分割でコイダノボはロシア帝国の支配下に移った。1620年にはすでにユダヤ人がコイダノボに住んでいた。1833年にコイダノボにハシリズムの共同体が作られ、ラビ、シュロモハイム・パーロが最初のコイダノボのレベとなった。レベの地位はシュロモの子孫が世襲し、最後のレベであるヒコノヨセフは コイダノボから離れて都市に住んでいた。第一次世界大戦の後、宮廷は当時ポーランドが領有していたバラーナビチに移る。1847年当時のコイダノボには2497人のユダヤ人が住み、1897年の町の総人口の4744人のうち3156人がユダヤ人で占められていた。町の広場には、 ロシア正教会の教会と向かい合う位置に、シナゴーグが建てられ、ユダヤ人と他の民族との関係は良好であったことが記されている。ソビエト連邦時代に、ユダヤ人居住区の建築物は破壊され、ユダヤ人住民の姿は、ほとんど見られない。1932年5月に、小田の母は、都市の地位を与えられ、小田なうに解消された。同年6月に、ソビエト政府は、 秘密警察であるチェーカーの創設者、長官であり、コイダノブの近郊で生まれたフェリックス・ジェルジンスキーに、あやかった、ジャルジンスクに解消する。1932年から1938年の間、町はごく短い期間存在した、ジェイゾン・シュチャ・イズナ、ポーランド自治地区の首都に定められる。第2次世界大戦が始まった後、1941年6月28日に、 ジャルジンスクはナチスドイツの占領下に置かれた。1941年10月21日に、シューマは市内の1000人から1900人のユダヤ人を虐殺する。シューマはユダヤ人に銃撃を加えた後、穴に投げ入れたが、犠牲者の多くは生きたまま埋められた。1942年7月にアインザッツグルペンはジャルジンスクで数千人のユダヤ人を殺害した。 1944年7月6日に、ジャルジンスクは赤軍によってドイツ軍の占領から解放された。ベラルーシの最高点であるジャルジンスカや丘陵はジャルジンスクから数キロメートル離れた場所にある。ジャルジンスクの主な産業は機械、金属、甘加工、食品、蛍光業がある。ジャルジンスクには ミンスク中央駅からバラーナビッチ中央駅に向かう鉄道の線路が通っている。市内を走るバスの路線は1本のみで18のバス停がある。ありがとうございます。